ですね。来た来た。デヘヘバレー。砂漠だねー。いや、いい曲だな、デヘヘバレー。まあ、周りからすればさ、もうゲラゲモーナーいないと思われてるからね。平和な感じになってるね。それではマリオとルイージ、あ、これちょっと待って、めんどくさいイベントあんの覚えてる。なんか結構ね、めんどくさいイベント今からありますね、これ。何をするかっていうと多分説明があると思います。マリオ、リトルキノコに行きましょう。ただし、そのままやってしまうとですね、ピーチを護衛しないといけないって話になるんですよね。この護衛っていうのは、今し方の大事なことを言い忘れてるような。そうだ。何？おい、ピーチ、勝手に行くな！ピーチ、マリオ殿、お待ちくだされ。しまった！そういうことっす。こうなっちゃうんですね。何を言いたいのかって言いますと、画面上にいる敵に、ピーチ姫が当たってしまうと、こういう風になります。姫のおそばを離れないように、かつ、敵がピーチ姫に触れないようにしないといけないんで、なんかよくあるドラクエみたいになんか勝手に後ろについてきてるとかじゃないんですよね。結構これめんどくさいんだよね。姫が先に進みすぎた場合は姫に話しかけてくだされ。反対に戻ってくださるよ。そうだね。で、この場合、何がしたいかっていうと、ピーチ姫は救いません。何をするかっていうと、邪魔なんですよ。ピーチ姫の行く先が、敵がいっぱいいるんだったら、先に処理した方がよほど早いんですよね。今から僕がやることは、助けるのではなく、ガンガンもとりあえず、てかなんだお前、クリボー？クリボー？パッと見。ガンガン敵を倒します、まず先に。その方がね、明らかにとればいいんで。イッツゴー！イッツセイ！はい！セイ！はい！せい、はい、せい、とどめの一撃だ、はい、と、トータル178。とりあえずしばらくちょっとね、これ繰り返しますね。この辺りの敵は、全部倒したんで、じゃあ救いに行きましょうか、ピーチ姫を。で、助けるわけなんですけど、まあ、こういう感じでね、助けるんですけど。で、ピーチ姫が今から歩き始めます。まあ、ここにね、もう敵がいると、ピーチ姫がもう目の前で、カメラから離しても、さらわれるんですけど、例えば、こういう風に。まあ、敵がいないんでね、もう敵いませんので、処理しておきましたね、先に。この方が早いっす。正直、ピーチ姫の護衛しながらいち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 戦ってたら、四方八方から来ちゃうのがね。もうこれがね、成功法で合ってますね、ちなみに。はい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 。じゃあ次に行きましょうと。次に行くんですけど、まあもちろんこのままやってると、まあこのように、敵がピーチ姫の方にね、カメラを向いててもやってくるんですよね。なんで今からやることも同じです。ピーチ姫は必ず一回捕まってもらうことになると思います。なんで、もういつも通り。はい。ここはいつも通りで、ね。はい。はい。ぴょん！レッツゴー !1、2、3、4、ゴー6、7、最後の一撃だ！はい！一体残ったか！やるね、三本無長。耐えるんだ。何してくんの？右！お！あ！そういうの、いってぇ！20食らってる。エライフォースっていうのをつけてるせいで、食らうダメージまで上がってくからね。というわけで、ピーチ姫が歩くんですけど、先に処理しましょう。ピーチ姫をね、画面から消し。まあ、こういう感じで画面から消しておいて、仕掛けを先に解いちゃいましょう。この辺りの仕掛けを先に解いとくことにね、意義がね、あるんで、もう。まあ、あれはほっといてください。毎回慌てとる毎回慌ててますけど、ピーチ姫。というわけで、まあ、この状態なら大丈夫です。もう敵は全部処理しといたんで。しばらくね、敵は復活しなかったり、仕掛けも先に解いたいんで。この面のね。もう本当に、GBA の時も来る。え、あれ？
あ、元に戻んだ。へえ。さっき仕掛けも解いておいたのにね。元に戻んだ。はい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 。これで OK。よし、じゃあ次に行って、まあ、次も同じことするだけですよ。とりあえずピーチ姫の姿は消します。最速で消します。あ、いたわ。まあ早速いたんでちょっと消しておきますね。ピーチ姫、ごめんな。よいしょ。あ、このハンマーとか壊さないといけないんだ。まあ、後でいいや。た画面外や。もう。まあ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 、あれはもうあのままです。とりあえず、このほら、樽の仕掛けとかあるじゃないですか。このあたりやっとかないといけないんでね。その方が楽でしょう。あ、でもさっきみたいにさ、樽の仕掛けさ、もしかしてさ、ない場合ってある？なんかそれすげえめんどくさいんだけど。そのパターンめんどくさいな。敵はでも処理しとく意味あるんだけどね。うん。最後の一撃だ！せーの！はい、よいしょって。80、トータル198。いやー、だる。先にじゃあ、これの仕掛け解いときましょうか。タルノリのハンマー。そうすることで、ここの扉開くわけじゃないですか。これ、ピーチ姫助けたらどうなるんだろう。また元に戻るのかな。ちょっとワンチャン、その可能性あるのかな。あ、ちょっと画面柄。はい。スイッチ戻ってるし、もうめんどくさいな。ちょっと待って。反対戻らして。だいぶめんどくさいね。仕掛けは分かってんのに。反対に戻ってもらって、反対に戻ってもらって、画面上にピーチを残した状態で、で、樽乗りのイベントをしておくと。先にやらせてくれよ。GB の時できたのに、それで。3DS、そんなとこだけ対策したのか。はい。まあ、画面上から敵がいないだけ楽ですけどね。まあ、言うて。画面上に敵いたらもう目の前で去ってくかな。はい。じゃあ、これでもういいよ。さあ、4面目。この場合も、ピーチミにはさらわせてもらいましょう。目の前なんだよ、もはや。もう目の前で戻らせた。目の前でさらわれたわ。雑魚敵は処理しておきましょうかね。スピン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 か、これ。邪魔。はい、じゃあ行きましょう。ハイジャンプ、ハイジャンプ、ジャンプ、スピン。画面上にずつスピンジャンプ。画面上にずつスピンジャンプ。画面上にずつスピンジャンプ。スピンジャンプ。スピンジャンプ。ルイージ美容師。敵がいたら、でもこれはね、下の敵にぶつかっちゃうからな。ここの下の敵は処理しとかんとね。このスピンジャンプ、スピンジャンプしてるときに、ピーチ姫どうせ目の前にさらわれるんで。やっぱりやることに意義そのものはあるんですよね。リトルキャグはもうすぐそこと。あ、もう苦労させられたよ。マジで苦労させられた。あ、ピーチ姫をこうやってポンって飛ぶんだね。あー、お扱い武器なんかあるわ。キノコ航空に移民の街。もう少しお願いいたしますわ。うんうん。なんで先に行く？もうさ、なんで先に行く？ね、ピーチ姫さ、後ろに来てくんない？多分みんな思ったと思うんだわ、今までの動きで。ピーチ姫さ、なんで後ろに来てくんねえのかなって。ですよねー。後ろに来いってあれほど言ったのに。おお、やばいやばい。助けに行けよ。だってあんなでかいやつ無理だよ。ほら、なんで前にいるんだおめえはいつも。おい、勝負だ。おめえ誰かわかんねえけど。あ、あれマリオさんじゃないか。ほんとだ、よかったー。ピーチ姫の目の前でかっこ悪いとこ見せられんぜ。お前誰にしても。うわ、でか拳。ガンゾー。あ、待って。頭と、どっちだっけ？なんか頭になんか身吐いてんのと本体がいるね。頭狙いか、どっちがいいんだ。あ、新しいやつある。スイングボルス。え、なにこれ。 A を押さえず離すを回転させましょう。高速状態で A 離して B。 OK、 やってみましょう。スイングボルス、レイジー。はーい、はーい、うわー、いけ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 、はーい、よいしょー。
164。わあ、もう怒っちゃった。え、何？な、待って。うわあ、マリオ、うわ、ごめん、強すぎ。一発が強すぎる。でも動きが分かった、動きが分かった。動きが分かった。動きが今分かったね。いや、びっくりしたわ。2ポンされた。敵の、多分、偉いフォースのせいだ、これ。偉いフォースのせいで、向こうもこっちも強いんだ。ちょ、悔しい。大丈夫、動きが分かった、今ので。え、何？はい。あ、毒キノコ！こんなんも捨てくんだ。あ、そういう回復できんだ。へえ。リフレッシュ半分飲んどく。なるほどね。基本的に通パンばっかしてるから気づかなかったわ。悪い悪い。シングルスいくよ。ルイジー。おいで、いくぜ。ぐる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 、せーの、大丈夫。え、何今の。あー、やばい。もう食らえないぞ。危ねえ。今頭ガードしたよ。今なんだ今の。頭を守った今。やばい、こんなにアイテム使う戦闘初めてだ。ガンゾーの動きを分かってない自分が。ここ狙ってダメなら本体狙うしかねえだろ。本体にご挨拶と行きましょうや。行くぜー。150マルくんね、やばいね。両方、片方しかできないから、両方同じタイミングでいいわ。あー、食らった、やばい。いい、マリオよく耐えたね。大丈夫だ、それなら勝てる。もう終わる。お互いがね、もはやデスゲーム状態よ。いくぜ。おら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 。150、450くらい与えたね。え、え、なに、シャッフルしたね。え、ガンゾー分身した。これね、今なんか一番上がなんかあれだったね。ただこういう場合こそノックバックブロックスで全部処理した方がいいよ。とりあえず本体行く？それとも分身攻撃する？一応頭数減らした方がいい気がする。さっきみたいにいっぱい食らってゲームオーバーとかありえるからな。雑魚処理と行こうや。レッツゴー。はい。あれもしかしてさ、これ倒れないやつ？雑魚も、雑魚も倒れないやつか。あ、ちゃんと倒れるね。一番上が弱点ではあるけど、ちょっと待って、怖い。3体残ってる。何してくるか分からんが、3体残ってるのまずい。何来る？ほう、なるほど。はい、 OK。 うわー、何、マジか。2回来るか。あいつが本体、一番上が本体。大丈夫、内側の上が本体の分かってる。頭がずらす。はい、ぴょん、いレッツゴー。いくぜ。ラッキーヒット。はい、よし。もう本体以外削っちゃえば終わりよ。おりゃ、どうなる。あ、なんか下にいるぞ。なんか下にできてないか。あ、あれ。でも君、今までのボスで一番苦戦させられたよ。えらいフォース怖っ。マリオ、ルイジ、ありがとう、助かりました。いや、強かった。正直エライフォースのおかげでさ、2ターンキルばっかしとったけど普通に強かった今回。いやいや、キノピオ、よかった。モンスターが街の入り口を塞いで困ってたんです。嘘こげや、お前。ようこそリトルキノコへ。ピーチミさん、マリオブラザーズ様、お待ちしておりました。連絡は受けたまわっております。奥のリストにお乗りください。
おーし。どんな街かしら楽しみね。まあ、マメリア城以外で唯一の街といえばここかな。きたー、曲がもうこんなところに来ていただいて光栄であります。ビーチ姫現れますか。ジーカもお待ちしました。そしてこちら、マリオスーパーさん、マリオ様と、ルイン様でありますか。ほんまでありますか。よかったね、ルイージ認知されてたね。あはは、俺手取った。よかったね、なんかちゃんとルイージ認知されてたのか。リトルキムご案内いたしますと。まあさすがにここでキャーって言ったら面白いもんな。じゃあリトルキノコをね、観光して、まあ後にピーチ姫に会う形になりますね。いやー、とりあえず一通り落ち着いたね。